はい、というわけでね、まあ、珍しいお題やったね今日は。昔話とかってそういうの多いとは言うよね。どういうこと、そういうの、なんかそういう、まあ、教訓はじゃあ何やねんみたいな。あ、まあそうね、話は、はい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 、まあ、でも普通にね、その英雄を称えるような話であればいいかなと思うんだけど、うん、ちょっと癖あるよね。そうや、なん癖あるな、うん、あ、ただ最近さ、そのカチカチ山にしてもさ、うん、なんかその結末を変えるっていうのがさ、はいはいはい、こう現代の、まあ、世論的に現代風にね増えてるやんか、はい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 、まあ、これにあまり問いただしても波紋を読むから な、あんま言わんけど、あ、まあ、それもどう、まあ、いろいろあるよね、うん、はい、まあ、ちょっと話変えましょうか。変える、うん、そのこれおとぎ話系いっちゃうとずっといけるね。そういけるもんね、うん、そっかそっか。じゃあまた皆さんそういうのあったら教えてもらえたら、はい、これ何なんだっていうのを、そうですね、知らなりの教訓を、教訓をみんなで考えていきたいと思います。はい、見出しますので、はい、でこの間前回、はい、まあ、先々週なんですけど、うん、お題を送れと訴えたら、うんうんうん、あ、このね、そう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 、番組から訴えたら、じゃあ結構お題くれはって、はい、まあ、直接のメッセージくれたりとか。ああ、そうなんや。あって、まあ、そのその第一声、面白いのがね、お題なんて困ってないでしょっていう、一言から、僕らに対ですか、はい、まあ、よく喋るから、なるほどね、と思うんですけど、その中でね、あ、これいいなって思うのがあって、うん、まあ、直哉さんへの質問やと思うんですけど、はい、あの、この間の学生さん、はい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 、サッカー少年、サッカー少年ね、あの高校生のサッカー少年は結局、はい、あの後どうなりましたかと。あー、近畿大会に、の決勝まで行って。決勝行ってってなったやつですよね。そう、しかも結構レギュラーで出まくって、そうそう、前半からスタメンだったんや、 その子、うん、決勝戦は、うん、だったんだけど、後半の途中ぐらいで1点も決めずに交代されて、うん、負けましたね。2回負けてますね、同じところに、はい、京都1位を決める大会でも決勝で負け、近畿大会の決勝でも負け。あ、それは直哉さんは見に行ってない。はい、あ、っていう感じで残念でした。残念やったんや。まだ聞いてくれたんですね。ほんまやな。まあ人生そうな、うまいこと。まあネイマールも折れるぐらいですからね、背中の。あれも、まあそれも今もうな、めちゃめちゃなってるから、あんまりもう言われへんよな、うちらのこんな一般市民。はい。っていう感じでございます。はい。まあな、トントン拍子に行きませんということで。他に何かありますか？適当に言っていい？適当に言っていいよ。シャワーヘッドの話良かったと思います。どんなシャワーヘッドがお気に入りですか？シャワーヘッドの話もっと掘り下げてもらえたら良かったんですけどっていうのあるけど、どうですか？なんすかこれ、シャワーヘッド会社の方からですかね。いや、まあ、直哉さんがね、旅行にも、まあ、聞いてない方もいるかもしれないんですけど、はい、旅行行くときに絶対持っていく必須アイテムはっていうので、直哉、ね、さんは、はい、まあ、シャワーヘッドを持ち歩くと、どこでも綺麗な水が出てほしいからっていう。そうですね、まあこれもなかなか難題ですけど、まあ、正直カルキさえ抜けたらいいんで。あ、もうカルキが抜けたらいい。でもこの際、でもここまで来たらシャワーヘッド大魔王みたいになろうかなと。シャワーヘッド芸人みたいな。芸人みたいな感じで。なんか電気屋さんじゃないけど家電屋さんとかに売ってるんかな、あのヘッドだけがあって、うん、でもすごいのいろいろあるんかなと思うんで、この機にね、面白シャワーヘッド見つかれば、こっからシャワーヘッド情報、そうなん言うたらあれやで、多分誕生日今度シャワーヘッドばっかりプレゼントされるで。それで楽しいかも、ね、楽しいな、ね、今日オーバー言って、うん、正直今僕の知ってるシャワーヘッド知識、うん、知れてますんで、そこがちょっとじゃあ勉強しますわ。そうやな、はい、何やそれ。ですね、はい、あと何やろな、あ、そんなにいろいろ、いや、いっぱい、もうなんか、うん、結構質問発作みたいにいっぱい質問バババーってきて。ああ、そうなんや、嬉しいね。言うてもあと1分か、うん、そうじゃあまあ、うん、お見合いみたいな質問ですね、はい、趣味は何ですか？なんか趣味あります？もちろん音楽言うたらもう分かりませんよ。趣味、何はどうですか？お、あなたはどうですか作戦、うん、私結構多趣味で、うん、あ、今はアクセサリー作りにハマってます、うん、ほー、どんなアクセサリー？あのブレスレットの、はい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 、あの紐をなんか手に革みたいな巻いてて、うん、その中にビーズがバーって入ってるやつ、今ようみんなつけてるんですけど、あれをこう一から編んでいく。あ、革が紐に対してってことね。革の二連に対して間に石が挟まってると、それ糸で縫っていったりとか、それのピアス作ったりとかっていうのがあるんですけど、今ちょっとアクセサリー作りに。だから作るって自分でつけます。あ、自分でつけてるからね、はい、あ、というか結構ちょいちょいつけてるやつのうちどれかは、うん、自分で自主制作。あ、スカイアートみたいね。本当やね。うん、基本的に自主制作
貴重な口全然まあ、うん、スカヤタのね一から作るの好きなんで、そうですね、自分で作っちゃうタイプなんでね、ですね。なるほどね。ナエさんは、僕まあ趣味にしようかなと思ったのが将棋。はあ、将棋って趣味、あそうか趣味になるの、うん、そうやね。ただ将棋趣味にしようと思ったら相手がいるっていうので、うん、これでカメラマンにね、うん、撮影中にちょっと時間あったから、た将棋するって言うたら、うん、麻雀と囲碁するって言われて、ああ微妙にずれたなっていうねあこいつとは将棋をルールは知ってるけどって言われて、ルールしか知らん子やったらもうボコボコにしてしまうから、そうやな。それこそあれちゃうの、携帯アプリとかでさ対戦みたいなのあるんじゃん、うん、俺たあれあかんの嫌いねんな。手で持ってカチンって言って、あの石を落ちたの、うん、そうそう、あくまでも実体験派なんで、そうやな。ちょっとだから将棋指ししね、うち将棋ちょっとだけできるで、あじゃあ今度やろうや、はい、じゃあ今度は YouTube それこそたら使えるカチンとか言って和服着てうん、それもありかもしれない、まあ、ありかもしれないね、はい、ということでまだ超えちゃった、はい、まあ、あの言ってるうちにね、その撮った PV の公開やとか、はい、 そうですね、そろそろ配信とか、ね、あとライブ情報とかもあるので、また来週そういった情報を発信できたらと思いますので、はい、ちょっとね雨がまだじとじとしておりますが、はい、皆様今週も頑張ってください、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、さよなら、さよなら。